っしゃいますか。あ、じゃあ、はい、あ、皆さんこんにちは。私東京の練馬から来ました古川芳生と申します。主にあの毎日本で、ニコニコ動画とかにあの動画を上げているものなんですけど、私も民主党に対して一言言いたいことがあります。夫婦別姓法案なんですが、ご通行中の奥さん、もしですね、民主党がこのまま政権が続いたら、愛人に旦那さんの財産が分与されるとしたら、あなたはどうしますか。そんなこと許されるんですか。この法案の名前なんていうか知ってますか。夫婦別姓法案ですよ。このことの民主党の人は説明してくれましたか。説明してませんよね。みんな綺麗な上っ面のことばっかりしか喋らない民主党、皆さん信じちゃいけませんよ。さっきの事業仕分けもそう、綺麗なところしか見せないんですよ彼らは。そして裏方のところでは汚いことばっかり。それが民主党だ。そうだ、だいたい蓮舫にしたって息子がマジコンって言って違法なものを使ってたり、そして秘書が痴漢に捕らわれたりとか、キャミソールを買ってみたりとか、一体何をやってるんですか。せめてですよ、このキャミソールが自分のスーツだと言って着てくるんでしたら、キャミソールの部分だけは許してあげてもあげてもいいんですけど、他に漫画とか CD とかそんなもん必要なんですか。そもそもですね、マスコミだったら前の農赤松じゃねえや、農林水産大臣のなんとか還元水とかつっついて自殺まで追い込んだのに、ずいぶんマスコミは優しいですね民主党に。マスコミは一体何をやってるんですか。今回の高等駅だってそうですよ。皆さん